こんにちは、アーソン .tv 競馬部の坂織です。今回は6月28日に開催された宝塚記念の結果と、日曜日に開催される東西の G3 の注目馬情報をお届けします。まず宝塚記念の結果は、1着8枠16番クロノジェネシス、2着7枠14番奇跡、3着6枠12番モズベッロとなりました。勝利したクロノジェネシスは2着の奇跡に6馬身差をつけてゴールして、秋華賞以来の G1 2勝目を飾りました。2着に健闘した奇跡に騎乗した武豊騎手は、1頭だけ化け物がいましたねと、クロノジェネシスの強さに驚きだったみたいです。クロノジェネシスに騎乗した北村雄一騎手も、本当に強かったですね、馬場とか周りの馬を気にせず自分の馬だけを信じて乗りました。終始手応えよく、馬が強くて自然に上がっていってくれました。この手応えなら直線で絶対に伸びてくれると思っていましたとコメントしておりました。去年の宝塚記念では牝馬のリス・グラシューが制し、今年も牝馬のクロノジェネシスが勝ちました。今年の大阪杯も牝馬のラッキーライラック、安田記念は牝馬のグランアレグリアが勝ちました。そして芝 G1 7勝をしている牝馬のアーモンドアイもいますし、今年も牝馬の活躍が続きそうですね。そして競馬部の成績ですが、今回はドリームレースということで、特別に競馬部全員で2頭ずつ計6頭推奨馬を出し、全員で同じ馬券を購入しました。結果は2着の奇跡が推奨馬に入っておりませんでしたので、不的中となりました。連続的中は2周で途絶えてしまいましたが、レース当日ムーさんから連絡があり、7枠の馬たちが気になるということで、枠連7、8を購入し、それが的中となりました。ムーさんは個人的に、推奨馬に指定したモズベッロの単勝と副勝を購入し、副勝が的中、で枠連7、8も見事に的中となりました。やはりムーさんの相馬眼は違うなというふうに思いましたね。競馬部の結果は以上となりましたが、私は推奨馬に押したクロノジェネシスが勝ってくれてよかったです。これからもこの馬を追いかけていきたいと思います。今年のドリームレースの皆様の結果はいかがでしたでしょうか。今週からいよいよ福島競馬も開幕になり、本格的な夏競馬の始まりですね。現在競馬部ではリサーチ中ですが、その中での注目馬は、ラジオ日経賞では私がキメラベリテ、 AD キノコはベネヌス、ムーさんがバビット。そして CB 賞は、私はクリノガウティ。AD キノコは大成アビニール。ムーさんは湘南アンセムの副賞がおすすめということです。予想は金曜日公開予定ですのでご期待ください。JRA によりますと、7月19日まで無観客競馬を実施する予定とのことです。まだまだ新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、手洗いやうがいだけではなく、ウイルスが試着しやすい顔や髪の毛も洗うように心がけていただきたいです。外出するときは、マスクと帽子を忘れず、ウイルスが試着しないように注意しましょう。そして、早く新型コロナウイルスをやっつけて、普通に競馬が楽しめるように頑張りましょうね。それでは今回はこの辺でお開きとさせていただきます。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。